ネース・フォン・エーゼンベック・ラカナ・カルパス・ネパリー・ヌシス・ニツ・アクログラ・キン・パーシカー・リーズのシノニム・クリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベックはドイツの博物学者、医師である。ゲーテと同時大臣でリンネの存命中に生まれ、博物学者として多くの動植物の記載を行うとともに、1818 18年から1858年までドイツ自然科学、 アカデミーレオポルディーナの会長を務めた。ライヒエルスハイムに生まれた。弟に植物学者のテオドール・フリードリヒルート・ビーヒネスがいる。イエナ大学で哲学と医学を学んだ。アウグスト・バッシュ、ローダー、フーフェラントラが当時の教授人である。1800年にギーセン大学で学位を得て、オーデンバルトに戻るとエアバッハデイ師の職に就き、 エアバッハ博フランツ一世の宮廷医師に任ぜられる。1816年、レオポルディーナへの加盟を認められる。1818 18年、同第11代会長。1802年8月19日、シッカースハウゼンで名門貴族、リットフルト家の娘、ビルヘルミーナ・ルイーズ・カタリーナ・フォン・リットフルトと結婚失魔の辞書に移ると、フォン・エーゼンベックは研究に専念した。 ところが、この妻を1803年9月22日に亡くすと、それまで名乗っていた、セイフォン・エーゼンベックに、ネースを加えて名乗るようになる。短いもの後、1804年3月5日に、エリザベタ・ヤコビナ・フォン・メッティンと再婚し、3人の娘と2人の息子を設ける。ネース・フォン・エーゼンベックは1830年初めに、家族の元を離れ、同僚。 ディートリヒ・ヒュルマンカールディートリヒ・ハルマンの妻であったマリー・ヒュルマンとブレスラウで暮らし始める。盆植物園からも遠ざかった。同年10月10日、正式に離婚が成立すると3年後の1833年にマリーと再婚し、結婚生活6年を過ごす。ヒュルマンには子供が3人あった。1816年にレオポルディーナの会員になり、 昆虫学者のクルークと親密に交際し、また自宅に多くの科学者を招く。ネース・フォン・エーゼンベックの元に集まった顔ぶれは、レオポルディーナの会員が多く、ヨーゼフ・イドアルト・ダルトン・ヨゼフ・エドアルト・ディー、アルトン、イグナーツ・デ・リンガー・イグナーツ・ダ・リンジャー、ギオルグ、アウグスト・ゴルドフス・ゲオルク・オーガスト・ゴールドファス、ネース・フォン・エーゼンベックの次の会長、ディートリッヒ・ゲオルグ・キーザー、 ディートリヒゲオルクフォン・キーザー、あるいはエリアス・フォン・シーボルトアダン・エリアス・フォン・シーボルトや、会員ではないが、クリスチャン・フリードリヒ・ホーン・シュフ・クリスチャン、フリードリヒ・ホーン・シックもたびたび訪れる。植物園への貢献を称えるネース・フォン・エーゼンベックの、共造科学者との交流は、会議や、議論だけでなくクリスティアン・パンダーや、カール・エルンスト・フォン・ベアには、鳥の肺発生の実験に助言した。 自宅に滞在させた自然哲学者のローレンツ王権が何本か論文を表すとその初期作の書評も書いている。1817年からエルランゲン大学で植物学の講師となり、1818 18年にはボン大学の博物学と植物学の教授となった。同年、レオポルディーナ会長に選ばれている。ボン時代は弟のテオドールフリドリヒルドビヒネースともに、 ボン大学植物園の再建を指揮した。1819年にバイマルでゲーテに面会、後年の1823年にアオイカの種にコーシアセンパフローレンスとコーシア、コリフローラにゲーテの名前を懸命し手紙で知らせている。これらの植物はブラジルで採集され、探検家でもあったビートコーマクシミリアンから託されたものである。1830年に ブロツワフに移ったネース・フォン・エーゼンベックは、ドイツのカトリック運動に参加し、政治的な活動も行って1848年には、ブロツワフの労働者協会の設立に尽力する。ベルリン労働者会議議長を務めると、プロイセン国民会議副議長に選出されるものの、そのために、ブローツワフ大学の教授職を追われ、1858年3月16日、ブローツワフで没した。 キツネの孫家の俗名、ニージーラに懸命された。ニツは、植物の学名で命名者を示す場合に、クリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベックを示すのに使われる。土栗の仲間ギストラム・ハイグロメトリカス。カール・モリッツ・ゴーチャ、ヨハン・ベルンハルト・ビル・ヘルム・リンドンバーグと、共著シのプシス・ヘパティカーム。1844から1847年。ハンブルク。 前後部ウィキソースには、クリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベックの原文があります。ありがとうございます。